はい、すいません、ここで明日の配信メンバーを発表しようと思うんですけど、今週はこんな企画をやります。題して、僕のこと知ってる明日のメンバー誰、イエーイということでですね、夜明けまで強がらなくてもいいの共通カップリング曲、僕のこと知ってるにちなんで、今週は次回配信メンバーの名前を言わずにヒントだけ出そうと思います。皆さんはこのヒントをもとにハッシュタグ乃木呼び誰か知ってるをつけて、ツイッターやツイッターで明日の配信メンバーを予想してください。ということで、こんなのをね用意してもらって、ここにちょっと似顔絵を描いていきます。はい、私は絵は得意じゃないんですが、模写はね得意なんで、今その方の、お写真を見せてもらって今描いています。そう、模写は得意だからさっさっさっていくよ。ちょっと似てるんじゃないかな。誰から、画伯、そう、乃木坂工事中のあの馬の絵はすんごいことになってましたけど、あれは頭で馬を浮かべて描いたのでそうなったわけで、模写は得意なんで、何回も言いますけど模写は得意なんで期待しててください。あ、ちょっと怖くなっちゃったかもしれない。ちょっと待って、あ、でも似てるかな。でもなんかうまいよ。はい、できました。せーの、バン。うまいでしょね、うまいよね。どうだろう、でもなんかいろいろいるな、似てる方が。怖い、怖くないよ。さあ誰でしょう、誰でしょう。言えないんで、ここにねヒントがある。だから似顔絵だけじゃなくてヒントをちゃんと書きます。どうしようかな。あ、ヒント、じゃじゃん、声がかわいい。私はこの方の声が大好きでして、本当に声が大好きで、なんか喋ってる楽屋とかで喋ってる時も本当にすごいかわいい声で喋ってて、誰でしょう誰でしょう。よき、あ、そう、明日の配信時間は7時30分19時半からなので、皆さん誰が出るか予想してお楽しみに待っててください。イエーイ。来たかな。来ました、きっと。はい、では始めたいと思います。9月の3日火曜日、はい、ということで今回の乃木呼びを担当するメンバーはテラタランズです。こんばんは、よろしくお願いします。やっほーやっほー。はい、というわけで今週は明日のメンバーが誰っていう企画をやってるらしいんですけど、今日の配信はテラダでした。これ見せていいのかな。じゃじゃん、そう、ちょっとあれね、つついちゃんだっけ、あやめちゃんが書いてくれたアーシャ公式サイトの写真、プロフィール写真を見て書いてくれたらしいんですけど、結構もう髪型って重要だと思うんですけど、前髪生えたりとか髪色結構すぐ髪型変えちゃう人なので、分かったかな、どうなんでしょう、正解率がどんなもんか気になります。
声が可愛いって書いて初めて言われました。声可愛いって言ったらなんかみなみちゃんとか、私もこれ見て前髪ないしみなみちゃんっぽいかもと思ったけど、確かに朝見たら似てるかも。ありがとうあやめちゃんありがとうございます。はい、やっほー、どう、分かったかい、みんな嬉しいね。そう、多分アーシャ見たら似てるかも。ぜひ比べてみてください。モナリザっぽい確かに確かになんかそうかもしれん、うん、似とる。よかったです